ミレン・アクラシア執着型ヤンデレ浮遊霊青山牧人駅から続くこの道は真夜中だと人気がない見通しが悪い交差点を時折すごい勢いでトラックが通り過ぎていく ここから明かりのない細い道をずっと歩いていって見えてきたマンションその一室時計の秒針が進む音。 それだけが部屋に響いていてる。部屋にぼんやり現れた人影が眠っている体に手を伸ばした。 寝てるのにほうりしてくるなんてほっぺ熱くなっちゃってるこれ気持ちいいの息弾んでるねほてってきちゃったそのままじゃつらいよね続き してあげるよ。恥ずかしがらなくても、全部夢なんだ。何もかもさらけ出してごらん。ス <laughs> ナ意識が混濁してるのかな。ああ、パジャマはそのままでいいよ。幽霊だからかな。すり抜けてしまうんだ。君の肌には、触れるのにね。 こんな風に感触があるぬくもりもわかる生きてる人間にはもう届かないって思ってたのにあ,あどうしようすごく嬉しいごめんねもどかしかった他のとこに刺激が欲しい例えば胸とか ここ硬くなってる先っぽつまんであげるねどう気持ちいい <laughs> 本当に子猫みたいな声だねもっと可愛がってほしいのじゃあ両方ミレンアクラシア 《「泥沼で優しい自爆霊」》「佐野ヒーロー」中心街から外れた場所にある心霊スポットとして有名な廃病院自殺した霊が出るって噂で有名な場所こんなとこ来るのはオカルト狂いの物好きかあとはそれこそ自殺希望者くらいだから 前中に女の人が一人フラフラやってくるとかヤバい匂いしかしないんだよでも血の気のない表情はとっても魅力的だった一目で心が持ってかれたあいいなあってここまで来てほしいって思ったんだよだから 俺、声かけちゃってもいいお、反応してくれた。ねえ、お姉さん一人俺のこと見えてるよねすっごい綺麗な人だからさ、ダメ元で声かけちゃった。この後予定ある今から何するとこいや、そんなポカンとされると悲しいんだけど、完全に不審者見る目つきじゃん。 腰にある手、このまま下げてっていい最後まではやらない。ただ、忘れさせてあげたいんだよ。まあ、その手のお店に来たとでも思ってさ。うん。嫌だったら言って、やめるから。なんか良さげな反応してんじゃん。 優しくされんの苦手。<laughs> なるほどね元彼前技なしで突っ込むだけの野郎かそれなかなかにくづくね女性の体はデリケートだってのにこういう太ももとかさ気持ちいいのにないいんだって流されちゃいなよ嫌がってないのは分かってんだから <laughs> 素直でいいじゃんやっぱ思わずキスとかやだったそうそっかむしろ欲しい感じじゃあ他のとこも ちゃんといいとこさ